俺は拓也、27歳の独身会社員。俺は今、人生最大の危機を迎えている。やばい、これはやばいぞ。どうしよう。ことの発端は数日前、出張で2週間ぶりに自宅へ帰った時のことだ。疲れたな。うわ、めんどくさいな。なんでこんなに郵便物が来てるんだ？うちの郵便ポストは、チラシやら不在票やらで溢れ返っていた。宅配便の不在票もある。ああ、そういえば自分でいろいろ買ってたな。日時指定するの忘れてた。不在票の中には実家から送られてきた食材まであるようだった。俺は見なかったことにしてしまいたい気持ちを何とか抑え込んで、帰宅するとすぐにそれぞれの宅配業者に再配達を依頼した。明日は休みだからとりあえず全部明日受け取ろう。疲れ切っていた俺は夕食や風呂を最速で終わらせてそのままベッドに飛び込んだ。翌日、俺は午前中ひたすらダラダラして再配達の荷物を受け取った。昼過ぎには無事に全ての荷物が届いたが、荷物も多いし、そもそも部屋が汚すぎる。出張前にちゃんと部屋を片付けておけばよかった。実家から冷蔵の荷物まで送られてきてるぞ。おいおい。冷蔵物や食材だけは開封したものの、その他の荷物はひとまとめにしたところでだるくなってしまい、中身の確認はまた週末の休みにまとめて済まそうと後回しにした。やれやれ、とりあえずこいつから片付けるか。出張中の下着くらいは今日中に洗濯しとかないと。そうして洗濯をし始めた時、ん？美和子からメッセージだ。連絡来てないけど、もう出張から帰ってきてるんでしょ？プレゼント届いてた？そうだ、出張中に自分の誕生日を迎えたことをすっかり忘れてた。もしかしたら荷物の中に美和子からのプレゼントがあったのかも。美和子は学生時代から付き合っている彼女で、俺の実家近くに住んでおり、飛行機で行かなければ会えないほど離れた距離で暮らしている。そんな美和子が誕生日に合わせてプレゼントを送ってくれたのに気づかずスルーしてしまったのだ。やばい、あった、この包みか。手に取ったその包みの中にはメッセージカードと高級そうなボールペンが入っていた。美和子、わざわざメッセージカードまで添えてくれたのか。で、とりあえず連絡しないと。焦った俺はメッセージカードもろくに読まずに美和子に電話をかけた。もしもし、美和子、久しぶり。連絡遅れてごめん。出張から帰ってからなかなか疲れが取れなかったから連絡できなかったんだよ。そうだったんだ。全然連絡くれないから心配するじゃん。浮気でもしてるのかと思ったよ。そんなはずないじゃん。連絡しなくて悪かったよ。プレゼントも確認できてなくてさ。2週間家を空けてたから、帰ってから慌てて再配達をお願いしたんだ。そう。ところでボールペンありがとう。メッセージカードまでつけてくれてちょっと照れくさいけど嬉しいよ。え？ボールペン？私カードに何て書いたっけ？案内してくれて楽しかったです。今度はおしゃれなカフェやスカイツリーを見に。ん？案内って何のことだ？美和子、どうした？もしもーし。ねえ、誰と間違えてるの？え？私、ボールペンなんて送ってないし、そんなメッセージも書いてない。え？どういうこと？それはこっちのセリフなんだけど。他の女とおしゃれなカフェにでも行ってくれば。え？だってこれ、美和子が送ってくれたんじゃ。もういい。え？ちょっと待って、何が何だかさっぱりわからないまま問答無用で電話を切られてしまった。うわ、電話切られちゃった。っていうかこれは誰から？投げ捨てていた袋を拾って送り主を確認すると、確かにボールペンを送ってきたのは美和子ではなかった。マジか、美咲さんからだ。美咲さんというのは勤め先に派遣できていた社員で、俺が教育担当だった。少し前に結婚を理由に退職したのだが、このボールペンはどうやら退職時に渡した選別のお礼だったようだ。俺にプレゼント送ってくる人なんて美和子以外にいないからな。ラッピングされてるから勘違いしたんだ。ってことは美和子からのプレゼントは？あった、これだ。その箱には仕事で使うカバンが入れられており、一緒に手紙も同封されていた。手紙からは俺の苦労をねぎらい、体調を心配してくれている美和子の優しさがひしひしと伝わってきた。今度遊びに行くね。早く拓也に会いたいな。手紙を読んで美和子の気遣いを痛感した俺は、改めてことの重大さと自分の失態を思い知って崩れ落ちた。美和子に誤解させちゃったよな。いろいろとやらかしすぎだろう。何やってんだよ俺は。どうしよう、とにかく誤解を解かないとな。派遣社員だった美咲さんは本当にただの後輩だ。確かに上京して間もなかった美咲さんが地下鉄での移動や乗り換えが不安だというので、仕事帰りに最寄り駅まで何度か送ったりしたことはあった。でも二人きりで食事や飲みに行くといったやましいことは一切していない。とにかく美和子の誤解を解かないと。まず謝ろう。俺は慌てて美和子に電話したが、いくら鳴らしても美和子は電話に出なかった。美和子、
出てくれよ。その後何度かけ直しても美和子が電話に出ることはなく、こちらの事情を説明することもできなかった。やばい、こりゃ相当怒ってるぞ。メッセージを送っても既読にはなるが全く返信がない。どうしよう。もう仕方ない。そして、美和子、拓也、なんでここにいるのよ。いきなりだけど有給を使って帰ってきたんだ。電話しても出ないし、メールを送っても見てるかわからないから。本当はすぐにでも来たかったんだけど、飛行機の便がなくて遅くなってごめん。俺は今まで忙しかった分の有給を使って休みを取り、美和子の元へ駆けつけた。この前のことは本当に悪かった。でも誤解なんだ。それだけはどうしても伝えたくて。信じてくれ。何が誤解なの？拓也が女の人からプレゼントをもらってたってことは事実じゃない。相手は派遣の子で、俺が教育係を任されてた人なんだよ。もう退職したけど、その時に渡した選別のお礼にくれただけなんだ。どこに行ったのか知らないけど、なんで派遣の子と出かけてるわけ？カフェやスカイツリーにも行くつもりじゃない。仕事外でも関係があったからそんな話になるんでしょ？その子が上京したばかりの頃に何度か道案内したことがある。それも地下鉄が複雑でわからないとか、そんな理由で得意先に行くまでに周辺を教えたぐらいなんだ。それから電話で読み上げたメッセージだけど、俺が地下鉄の乗り方とかいろいろ教えたから、今度は自分で散策してみるっていう内容だった。これそのメッセージカード。美咲への連絡が遅くなったのも不安にさせたよな。俺は出張から帰ってからの一連の流れも全て説明した。ごめん、俺仕事が忙しくて自分の誕生日も忘れてて、美和子からのプレゼントに気づかなかった。でも本当にそれだけで、その女性とは何もないし誤解なんだよ。俺から説明を聞いた美和子はまだ納得しきれない様子で何かを考えていた。その女性は退職したって言ったけど、退職した理由は結婚して地元に帰ったからなんだよ。今回のことを相談して、その子の結婚式の写真を送ってもらった。前々から美和子の話もしてたし、その子も誤解を与えて申し訳ないって謝ってくれてたよ。わかったわ、そこまで言うなら信じてあげる。本当？ありがとう。でも条件がある。こんなことが起きたのも拓也がズボラだからだよね。こんなすれ違いが二度と起きないようにしっかりしてほしい。そりゃもちろん、これからはちゃんとするよ。横着しないで、面倒でも荷物は開ける。美和子に誤解を与えるような行動も控えるよ。そんなことよりも、もっと簡単に拓也がしっかりできる方法があるわ。え？いい加減私と結婚して、そして私と一緒に住んで。え？なんと美和子に結婚を迫られた。何よ、何かおかしい？いや別におかしくはないけど、でもそれは。突然のことにしどろもどろになるが、美和子は追撃の手を緩めない。今回の件は全部私の誤解で、拓也はやましいことなんて何もなかったのよね。もちろん、俺はずっと美和子一筋だし、後ろめたいことなんか何もないよ。出張疲れと俺のズボラな性格が重なった結果だから、自分で言っていて情けなくなってきた。だが美和子はさらに詰め寄ってくる。ってことは結婚して一緒に暮らせばこんなすれ違いは起きないってことでしょ？拓也が仕事に疲れていても面倒なことは私が支えてあげる。明暗だと思わない？それはそうだけど。何か問題でも？いや、美和子は俺なんかでいいの？え？美和子のことはもちろん大好きだし、しっかり者の美和子が奥さんになってくれたら正直ありがたい。だがこんなアホみたいなやらかしをする俺が夫で、美和子は本当にいいのだろうか。確かに頼りないところはあるけど。でも私に謝るためだけにこうしてわざわざ駆けつけてくれたじゃない。拓也のそういう誠実なところ、私は好きだよ。美和子。こうして俺たちの結婚はあまりにも唐突に決まった。ムードもへったくれもなかったし、美和子からの逆プロポーズで、なんか俺本当に頼りないな。でも理想的な結婚とはいかないが、俺にはこれで良かったのかもしれない。面倒くさがりで後回し癖のある俺の性格ならば、仕事に追われているうちに美和子のことなど考えず結婚を後回しにしていただろう。今まで美和子にケツを叩いてもらってばかりだったけど、これからは俺も美和子を支えるんだ。結婚式で俺はそう誓うのだった。でも拓也、起きないと遅刻するよ。何？今日は日曜じゃ。今日は休日出勤の日だって言ってたでしょ。やば、そうだった。美和子本当にありがとう。行ってくるよ。帰りにケーキよろしくね。2個ずつ。はい。俺がしっかり者の夫になれるのはまだ先のことになりそうだ。